おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。一緒に写真撮っていいですか？つかも。ありがとうございます。よろしくお願いします。いい番号。はい、おはようございます。今日は司神崎店さんやってきました。11番。ちょっとね、今日朝一千張りを打ってみようかなと思ってます。朝から30杯ってあんまり街道日記で打たないんですけど、結構他の企画では30杯置き時量とか千葉量とか打つことがあって、ちょっと街道日記でも朝からがっつりというか、とりあえず朝一様子見て勝負できそうだったら打ちたいなと思います。でこの時期ね、 6.5 号機がいくつか出てて、まあ、キャッツアイとか犬やしゃとかいろいろこう出てるんですけど、まだ 6.5 号機の導入がされてなかったんで、ちょっと今日はね 6.1 号機のあの出た当初は6号機の概念を覆すかもまで言われた千張りをちょっとねチャレンジしていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、さて司神崎店さん来ました。おはようございます。よろしくお願いします。で、まあ千張りを狙うって言ったんですけど、リセットの有無がちょっと分かりにくいんですよ。対策されてて、設定変更した後に1回転回されてるお店っていうことは言われてたので、ちょっとね回転数、昨日の最終回転数と実際のあれを見てみないと。リセットですか？あ、昨日328でしたもんね。最終これ言ってみましょう。これリセットですね。あの見ていただいたら分かるんですけど、有力感ランプついてるんですけど、打ち替えた後に1回転回されてる。なので常連の方が昨日の最終回転数を全部見られてて、プラス1ってなってるのがリセットということですね。昨日のうちに1回転回してるので、打ち替えて1回転回してるんで、なのでこれは一応リセット台ではないかというところで、まあ朝からチェリーカウントしていきたいと思います。こちらでいきます。はい、おはようございます。今日は佐賀県の司神崎店さんやってきまして、千張りをね朝から久しぶりに打っていきたいと思います。打つ前に千張りをといえば、まあリセットされてれば朝一早いあたりからの天国突入あるかもよっていう台ですけど、さっきちょっと言ったんですけど、有力感ランプが全部ついてる状態なんですが、結構リセット頻度は高いお店ということで、まあそれを見分けるために昨日の最終ゲームプラス1ゲーム回ってる台を選びました。なのでリセットされてる可能性は高いんじゃないかというところでいきます。よろしくお願いします。とはいえリセットせずに1回転回せばそれまでなんですけどね、それはもう分かんない。だからリセットされているものと、そこはもうそういう前提でちょっと朝一はね前向きに回していきたいですね。まあ、なんでリセットされてる方がいいかというと、この台リセット後とか、まあ有力感ランプがついた後ですね、 50% 以上で天国チャンス以上にいくって言われてます。なのでリセットされてれば、まあ、2分1ぐらいで早い当たりプラス天国以降に期待が持てるということですね。で天国チャンスもなんか詳しくはまだ情報が多分出されてないんですよ。いろいろ見たんですけど書いてなくて、ただ天国チャンスも AB あって、 A だとチェリー天井10回、 B だとチェリー天井5回なんじゃないかみたいなね記事もあったりしますけど、なので基本的にリセット台は、まあ、チェリー5回引くまでとか10回引くまで回してみて当たれば天国チャンスだったのかもっていう感じですね。天国にも上げられなければ相当ひどい結果になる。まあモード移行も大事で、もちろんその大当たりを大当たりにもろ影響を与えるチェリーの引きも大事。チェリーの引きが大事ってことは中段パインとかねスイカの引きも大事になってくると、まあ結局子役の引きでどうにかなるかもしれない台ですね。とりあえず5回目のチェリーで当たるかどうかを見たいところが、5回チェリー引くのにね結構回転数回してたらそれだけで投資がいっちゃいます。で中段パインの後は 50% でチェリー出現ですね。ここは出ず。でスイカの後は 3% ぐらいですけど、チェリーが出れば強チェリーというところです。
で朝一ね、そのパトランプ準備に行ってることもあるので、本当朝一はね、早い当たりが来た時はワクワクするんですよ。でも早い当たりが来ても天国行かなかったらちょっと厳しくなるみたいなね感じです。このないユリカランプが消えてからが勝負みたいなところもありますんでね、これは一つ目のチェリーになります。1回目、まああとはもう特徴といえばボーナスが疑似ボーナスなので、当選していても前兆ゲームがありますと、その前兆中はチェリーの確率が約 6.5 分の1ぐらいかなに上がるので、まあ、チェリーが頻発してるとボーナスが近いかもっていうところですね。遅れましたね。5回目のチェリーになります。チェリー否定ならボーナスです。はい、5回目、さあこれで前兆行ってくれればとりあえず朝一天国チャンスにいたのかなという気もしますけど、5回目での規定回数ではありませんでした。いやーなさそうだな。どうするかって1回悩みますね。10回チェリー引いたけどボーナス来ませんでした。いやーどうなっとるんかな。これもう一発で天国行かなかったら相当きついし、天国行ってももう残り数百ゲームしか残ってないですよ、有利区間。いやああもう600、700回すんだったらリベロとかバイオとか打ってきゃよかったって思いますね。もう当たってくれよ、そろそろ。800ゲーム回しました。当たりゼロ、天井まであと100ゲーム。これ40回目だったんじゃないかなと思います。ちょっとね30回ぐらいまでカウントしてたんですけど、もう天井も近かったんでまあいいやというところで877ゲーム。まあもう天井ですよ。多分40回目だと思うんですけど、もうゲーム数にしても900天井なんで、もう間もなくというところでレギュラー。ここでまたレギュラーとか出てくるのがね、チバリオのきついところですよ。せめてアンちゃん光らせたい。まあ引きの弱さで投資が大きくなってしまったという部分です。しょうがないです。まあでもこれを巻き返せるのもチバリオのいいところなので、ここからねこれをまくってしまうような展開目指していきたいと思います。はい、何もなくレギュラーボーナスが終了しました。さあ一応32ゲーム期待してみるか。もう早く有利区間ランプを消したい。ここをまず、まあ上がってないというか天国には行ってないでしょうね。通常モードも A か B、まあ、通常 A だったのかな。はい、これが30ゲーム目になります。31ゲーム目、あ、ユリカンラップ消えました。ようやくリセットできました。こっからですよ今日の勝負は。でこれでまた 50% 以上で天国チャンス以上なので、ここを取れればまだ逆転の可能性ある。今度は取って取っての番じゃないですか。行きましょう。でここからだからチェリーまたカウントします。10回目まで行ってみるか。もう6回引けてるし、10回目です。これで当たりにつながらなかったらちょっともう追えない。この台お願い、連チャンさせたい。いいぞいいぞ。おっ、いやこれはあるな、これはあるな。おい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 、あら、チェリー否定してください、お願いします。チェリーを否定してください。よし当たった。よっしゃー。いやこれ10回目のチェリーで多分届いてたんだと思いますよ。さあ176ゲーム投資が今31本、ここで31本です。でまあおそらく天国チャンスいってチェリー回数天井10回が選ばれて
当たったんじゃないかと思ってます。なのでここは天国以降のチャンスと踏んでます。僕はちょっと少ない枚数でしたね。そして天国してたもこのボーナスじゃありませんでしたが、この後の32ゲーム果たして天国以降があったのかどうか、緊張の32ゲームです。いきます、お願いします。ないかな、ちょっとこれは20ゲーム31 32、有力感ランプがまた消えました。もう一回いきますか。ちょっとさっきのビッグが終わって有力感ランプが消えたんで、ちょっとまたチェリー5回引こうと思って回してるんですけど、これでビッグ分のメダル飲まれまして、なんと飲まれてる間チェリーゼロです。1回もチェリーが引けてない。これはきついわ。100ゲーム以上チェリー来ないとかってなかなかないんですけど、これはないな、ないないですわ。いやー、やめよう。もうこれ以上これ追いかけたらいくら負けるかわからんっていう感じになってきました。選んだ台が悪かった、そして僕と千葉リオとの相性も悪かった、僕の引きも悪かった、まあ全部が悪かった。まあやっぱりリスクは結構ある台だと思います。うまくいってればもう今ね2、3000枚出ててもおかしくないぐらいの台ですけど、うまくいかないときはいくら使っても天国になかなかいけないということはあります。いつになるかわからん、天国行くのが。ちょっとこれバジリスク絆なんか、まあ、昨日結構回数ついてて、まあ、他の台も回数ついてる台が今日良かったりしてて、でこれまだバジリスクチャンス3回で、まあ、AT 3回っていう履歴、まあ、分かんないですけど全然当たってるんですよね。あんまり回されてない。ちょっとこれ試しに行ってみます。100ゲーム以内ぐらいで AT まで行きたいな。おー、熱い。さあどうだ、2000円ですね投資はこの台で。どうだ、はい、107ゲームバジリスクチャンス当選です。まずは2本でチャンスが来ました。緑、いやーちょっと一発目で決まってくれんか。あー熱い、ボタン来い。 AT 決まりました、やった。まああんまり総回転が回ってなかった台ですけど、とりあえずこれで一発目のバジリスチャンスが AT に行ったのと3以上の演出出たんで、まあ、やっぱ悪くないんじゃないかっていうところは当たってたんじゃないかな。まあこれで一気にまくるのは難しいと思うけど、きっかけは作れたかもしれません。よし、いや助かる。ちょっと千葉寮きつかったんでね、この低投資で AT をつかめるというのは。参ります。まあ、特に設定3以上っていう部分にあんまり魅力は感じてないんですけど、とりあえず早めに AT をつかめたというところが嬉しい。2セットは頑張ろう、2セットは頑張ろう。よし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 、いいぞ。ベルなら弾ける、ベルなら引ける。さあ1セット目のバトル
クリアです。よし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 。色がついてないとね、来ますよね、太陽役が。いいんじゃないですか。さあ、2セット目も OK ブクのチャンスアップは出てます。よし、順調。ちょっととね、バジリスクチャンスが絡んでほしいですよね、この流れで。4-4。そろそろ巻物の時間じゃない。ちょっとここはバジリスクチャンス引かないと厳しいセットです。カゲロウ耐えてますけど、おー頼む、これはめちゃめちゃ大事。 BC 取ってないと終わりそうなところですけど、くれないか。あーダメか。よー、360枚。よし、22ゲームバジリスクチャンス当選です。まあさすがにここは24ゲーム2回目のバジリスクチャンスです。ミスる。あー全然だ。サンスルー。いやー飲まれましたね。結局飲まれましたね。いやどうしようかなこれ。いやーキグナ2打っててももうまくれないな。これは1900枚です今投資。どうしようかな。ちょっとこれで今1900枚使ってるんですけど、正直キグナ2打ってても1900枚どうしようもないと思うのでやめます。巻物も全然引けなくなったし、ちょっと今ねサンスルーしてる状態ですけど、はい、1900枚。ちょっと一発逆転狙えそうな機種をうー打ちます。ここから、はい、もうあれしかないな。一撃必殺いいっすか。街道日記ですけど、ちょっとあと1時間半しかないんでユニコーン行きます。はい、ちょっともう間に合わないので、1900枚まくるのだから最後パチンコユニコーン行きます。カスタム入れます。レバブル入れます。叫びも入れます。頼む。今何回転、29回転行きましょうか。ちょっときつすぎたね最初の千葉リオが。まあ、青鬼とか例えばギラギラ G サマーとか、まあその辺の突破型で一撃狙ってもいいと思ったんですけど、まあ今日の流れだと、まあ、スロット何打っても多分気持ちもちょっと沈んでるしうまくいかないんじゃないかと。ちょっとここはねもう街道日記ではありますけど段級勝負で1万発以上のプラスを目指したいと思います。まあ、当たりなしでねこのまま終わってしまうと今日は撃沈ということになりますけど、まあ逆転狙うならこういう勝負かな。
いらんわもうそのリーチ、これ絶対当たんないですもんね、時間の無駄。間違いなくレバブルです。さあ今日最後のチャンス、いやまあさすがに当たってくれると思いますけどね。まあでも僕レバブルカスタム外したこともあるんでまだ安心はできないですけど、でもきっと大丈夫。今この台で14,500円使ってます。お願いだお願いだお願いだ、当たってくるじゃなくてお願いだ、ラッシュに行ってくれです。ここはキス天杯来ないかな、もうここしかない、今日逆転するチャンスは。ちょっと残り30分切ってますんでね、打てる時間も。いやもう欲を言えば3000発からスタートしたいぐらいですよ。ユニコーンアタック、まあ、当たるでしょうけど、バシッと奇数で決まったら相当嬉しい。よし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 、135、おー決まった、よっしゃー、よしこっからまくってみせますわ。まあ、まずは14,500円なので、まあ3300発ぐらい出して、まあ、14,000発出せばプラスだ。やったぜー、なんなら3000になってくれないかな。ちょっともうせぐ見ます、3000だったらすぐ言います。違う、3000じゃない。よし始めようぜ。52.5 本ってことは13,125発、30分もあれば出ちゃいますね、それぐらいね。あ、ちょっと待って、どうしよう、レバブルオフ、先読みオフ、よしカスタム解除しました。レバブルだけ入れとこうかな、よしレバブルだけ入れとこう。はい、レバブル、あ、先読みチャンス、え、ちょっと待って、どうなってんの。あ、レバブルオン、あ、レバブル先読み、あ、もう結局通常と一緒になった。いらない、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 ちょっと待って、ちょっと最初は強めのリーチが見たいんだけどな。まあ1500取ればいい話ですもんね。あかんなれ、紫か、
ちょっと待てよ、まだ28回転。勘弁してくれよ。頼むよ、そんな転落すぐ引かないで。カスタムどうしよっかなって選んでる時に終わってしまいました。まあこういう日なんでしょうね今日はね。もう今日はやめます、ダメな日です。はい、ちょっとねひどい結果に終わってしまいました。マイナス52,500円です。まあ千葉寮が2回当てて天国上がらずで、まあ、最初に大きなハマり迎えてしまったっていうのがもう全ての始まりだったと思います。まあ、2期締めの絆は大したことなかったんですけど、まあ、その流れでユニコーンもねやっと当たったと思ったらラッシュも駆け抜け、まあ、よくある負けパターンではありますね。ちょっとこういう流れが最近個人的には多いのでどうしたもんかなと思ってます。まあ、マイナス4万円ぐらいをどうまくるか、まあ、ユニコーンありじゃないですか。で、まあ、とりあえずラッシュ引けばなんとかなるか、もうラッシュ引きました。そこまでは割と良かったのかもしれないです。で、あそこでラッシュで1500一つも取れなかったっていうのがまあ敗因なんで完全に自分の責任です。で、明日も街道日記やるんですけど、明日は新潟県の新発田市ですね。こちらのホールで街道日記やりますんで、ちょっと今日みたいな下手を打たないようにしっかりねスロット勝負で結果を残せるような機種選びからやっていきたいと思います。もしかしたら明日も千葉を打ってるかもしれないですけど、はい、新潟なんでねオキスロ結構盛んなんで千葉をかできれば 6.5 号機があれば打ちたいなと思ってます。ありがとうございました。